300万回以上再生されたパソコン便利技3選。1つ目、パソコンでファイルの中身がわからないときに、いちいちこうやってファイルを開いて確認してる人いないですか？これ簡単に確認する方法を紹介します。やり方は、Alt プラス P を押すだけ。そうすると、ファイルを開かずに中身の確認が簡単にできます。2つ目、パソコンで欲しい部分だけ画面キャプチャーして保存する方法みんな知ってる？これやり方めっちゃ簡単で、Windows キー Shift S を押すだけ。これで必要な部分だけ画面キャプチャーすることができます。そのまま簡単に貼り付けすることもできて便利です。3つ目、パソコンの画面に分割したいときないですか？簡単にやる方法紹介します。こんな感じで Google Chrome と Excel を2分割したいときは、Windows キープラス左右の矢印キーを押すと、画面が2つに分割され、ここからもう1つ選んで Enter を押すと、画面を2つに分割して表示することができます。ちなみに右上の四角のボタンにカーソルを持っていくと、同じように分割することができます。やってみてね。